はい、西田製作所です。ちょっと修理の方がだいぶ、溜まっておりまして、皆様ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。ちょっと頑張って鋭意進めていきますので、よろしくお願いします。毎週ちょっと更新してるんで、やっぱり一応今日は簡単にトークの動画を、収めて、皆様にお届けしたいと思っております。今回のテーマですね、ギターの思想についてお話ししたいと思います。あの思想動画毎回いろいろアップしてるんですけど、まあ、大した腕前じゃないんで本当にお恥ずかしい限りのプレイで、最大限の特徴を出せれば楽器のですねアンプだったりギターだったりの特徴を出せればと思って、まあ、弾いております。まあ、基本的にですね割とシンプルにあのコード3つ、まあ、よく、まあ、D、A、E ローコードで弾いて、あとその持ったギターによってそのギターのとアンプの特徴が出るフレーズを少し弾いて、あと割とコードをジャーンと弾いてっていうところです。そうですね、割とソロのフレーズ弾くとかよりも、じゃあ実際バンドとかで使うっていったらコードを弾くことの方が圧倒的に多いと思うので、そこでコードの分離感とか響きとかそういうのがちょっと分かればいいなと思っております。まあ、そんな感じで弾いてお届けしております。あとですね、自分の耳で聞こえる位置、これをすごく大事にしてますので、あと動画を撮る時間、編集する時間、セッティングする時間っていうのをやっぱ短くしたいので、基本的にこの iPhone についてる手話の MV88 というマイクがあるんですけど、これで集音するようにしています。よくやっぱいろいろやってるとマイク立ててくださいっていうご意見聞くんですけれども、ちょっとそれはやるといろいろ時間かかっちゃうので対応する予定は今のところ一切ありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。さあ、ちょっと話変わりまして、じゃあ実際自分がギターを買うときどういうところ気をつけてるのっていうところで、自分なりにギターの思想で何やるのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。まずですね、基本的に楽器として全部の音ちゃんと出るのっていうところからチェックするんで、必ずやるのがクロマチックで、こういう感じでですね、全部のフレットクロマチックでチェックして、あと特定のよく使うところのフレットでチョーキングしてみたりとかして、まあ、それでですね、音の出方を確認します。あとはコントロール、まあ、ストラトだったらバイオリン奏法やりやすいんで、こういう感じでボリュームが滑らかに動くか、絞って気持ちいい音が出るかっていうところのチェック、あと当然トーン、そして切り替えのスイッチ類ですね、これとかは全部ちゃんと動くかっていうのをチェックします。でアンプに関して言うと、まず基本的に全部のコントロール回してみるのと、ある程度許される音量なら出せる限りの最大の音量を出してみて、変な共振ビビりがないかっていうので低い弦を弾いて試してみる。だからローコード E の一発って割といいんですよね。低いところのフレーズ弾いてアンプの特徴を出すっていうところでチェックします。割とやっぱ好きなフレーズ弾いていたりとか、好きな曲弾くっていうのも大事なんですけれども、楽器のチェックをするためのルーティーンっていうのがあって、それをやってから、まあ、そういうのを弾くっていう感じでやっています。これは絶対正しい意見じゃありませんので、逆に皆さんコメント欄で、私はこうしてます、こうやった時にこういう特徴が分かるのでいいですっていうご意見があったら、ぜひともお寄せください。はい、初めての方ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。